思って、ね、あネタがないからね。そうネタでスバちゃん今いますいないです。ほら嘘です。どこ？なんお前言っちゃいけない。ノエルちゃんがノエルちゃんが怒るから。なるほどね。正月に2人をどう思いますか。なんか船は好き好き言ってるんですけど、スガン先輩心変わりしてるんですよね。違う違うんだよ、ね、多分あれだよね、あのファンとしてだもんね。そうなの。そうなんだ。ちょっとルシアはね、まだお子ちゃんだからな。お子ちゃんだからわかんないと思うけど、ちょっといいですか、ここで語っても。クネアは女の子として世界一可愛いと思って好きなのね。はいはい、なるほどね。それ可愛いよね。スバル先輩もアイドルとして可愛いと思っている。クネアに対しては、ああ、クネアってなるの。スバル先輩は、ああ、スバル先輩ってなるの。わかる？ああとああの違い。それは気持ちわかるっす。何なんかスバルちゃんはなんかその例えばじゃあその芸能人で好きみたいな感じなの？そうなんですよ。やっぱ憧れみたいな、なんかちょっと確かにスバルちゃんとハグできますかって言ったらできないもんね、多分。そうできないですね。でもさ、スバルちゃんがしようって言ってくれたらするんでしょ？するんでしょ？近づいてきたらするんでしょ？しちゃうんでしょ？しちゃうでしょ？するんでしょ？え、それはちょっと職権乱用しちゃおうかな。まあ、このライブの職権乱用しちゃおうかな。私思いながらこのライブの位置でよかったっ。なるほどな。職権乱用しちゃう感じやばい。ノエルノエルスバル、あれあれスバル先輩、え、ノエルそういう感じなんだ。わかった、ありがとう。じゃあまたね。あ、聞かれちゃったよ、ちょっと聞かれちゃったよ、本人に。ノエル、今度ハグしような。ね、いいの、フータンになんか言っとかなくていいの？いいね。今ね、予約したスバル、あの大空スバル、あのハグ会っていうのに今あのチケット当選したわけであって、じゃあミコもスバちゃんとハグしちゃおう。なんとね、1名様だけなんですよ、これ特別。なんでだよ。そこ特製欲出すなよ。先生、もう会いにー。